皆さん、こんにちは。いつものおキャラって元サの動画を提供する、毎度おなじみ雄大公部、代表と島役社長のメイラリだと申します。今日はね、GK のニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。実はですね、なんか実は千葉の方でですね、またた、ちょっと悲惨な事故がちょっとあったので、ちょっとご紹介してみたいと思います。それ何かと言いますとですね、千葉県の八街市でですね、で、 小学生の列で、ね、トラックが突っ込んでですね、あの、児童が5人死傷した事故があったんですね。で、そこの事故でですね、小学生のうちその2人がですね、死んじゃってですね、残り3人がちょっと負傷したっていう事故、まあ大変痛ましい事故なんですけれど,けれどもですね、この事故がですね、実はですね、運、うん、運転手がですね、なんか飲酒をしたらしいんですね。飲酒。飲酒をしてましてですね、それでんか落ちてしまったらしいんですね。 で、まあ、まあ、一体どういうことかとい、うついなんですけれどもですね。これはですね、き、昨日のですね、6月のですね、あの、28日午後3時頃ですね。これがその、その時ですね、近くのその小学校の列に、その、5人や集団、集団結構したのかな。まあ、僕の、僕の小学生の頃も一部ちょっと集団結構あったんですけれどもですね。 こ,まあ、この学校はその集団事故を知ったんですけれどもですね、集団事故をしてですね、そのトラックがですね来た、来たんですね、その反対側から。反対側から来て、その運転手がですね、だから人を避けようとして、左やって、それその電球にぶつかって、そ,れ、ね、その弾みでその小学生たにぶつかったっていう事故なんですね。でこの事故なんですけれどもですね、 ま、犯人はですね、その、梅沢洋って広市って読むのか、これ。ちょっと鑑読,読みは違うでごめんなさいなんですけれども、がですね、まあ、起こしてしまったんですね。で、ちょっと飲酒をしたっていう時期なんですけど、それがですね、なんかそう、昼食のと食べるときになんか、酒を飲んでたらしいんですね。酒。で、酒を飲んでまして、実はこの、運転士、うんちゃんのですね、会社がですね、その、南部株式会社っていう会社なんですけれどもですね、 会社がと、葛飾区に会社があって、いろいろ、いろいろ物とかを運ぶなんか会社なんですね。南部。今ちょっとホームページがなんか今見れないんですけれどもですね。なんかエラーが出ちゃったんですけれどもですね。まあ、この会社がまあやってしまったわけなんですよ。 で、まあもちろん遺族も怒ってまあ本当に許しがたい事点だと思うんで,ですけ、ね、どでまあ、まあ俺からすればなんで、まあもちろんこの飲酒運転は本当許されないんですけれども、絶対この事故は多分不正だと僕は思ってます、やっぱり。もちろん、うんちゃんで、まずその事故があったその道路なんですけれどもですね、その道路はですね、なんか通学路としてなんか結構使ってたんですね。通学路で、使って道路で、ね、 その、いろいろ小学生がいっぱい通っていて、まあ何かしら対策をすればよかったんまもう一回避けたんじゃないかと僕は思ってます、もちろん。まあまずはその飲酒をしたやつも、まあもちろん悪いんですけれどもですね。まああとはですね、まあその飲酒なんですけれども、なんか昼からなんか酒を飲んでるってことはですよ。まあ多分普段が多分この容疑者、あの、容疑者は多分ね、酒を飲んでるんじゃないかと僕はそう思ってます、やっぱり。 なんか、周りのその、なんか、アナウン、なんか、インタビューとかをしているとして、まあ、先はそんな飲んでないよとかで言ってるんすけどもですね。まあ、僕からすれば多分、昼、昼から飲むってことは、まあ、よっぽどのじゃないか、イベントとかない限りは、まあ、相当、多分、アルキューの部分があったんじゃないかと、僕はそう思います、やっぱり。ですね。まあ、そん、まあ、あとはですね、この、なんかあったかな。で、あと、この、 この事故、あの、事故があったこの小学校なんですけれどもですね、実はですね、6年前にもなんか、小学校を列になんか突っ込んだっていうの事故があったんですよね。で、まあ、またちょっと2回落ちてしまったっていうのもあるんですけれどもですね、まあ今回また落ちてしまったという、本当に残念に思います、やっぱり。ですね。まあ、あ,あなんかホームページあった。このようにね、なんか謝罪文があるんですけれどもですね。 ええと、この度、弊社の運行誤解者、やるま駅飲酒運転事故起こし、誠に申し訳ありません。現在確認中ですが、お亡くなりになられたお2名のご名福ご冥福を祈するとともに、負傷された3名の方が早い回復を祈っております。とかいろいろ書いてあるんですけどですね。まあ、本当に。 まあおそらくアルコールも検査とかも多分こういう会社やってると思うんですけれどもですね。不正なかったんですかちょっと思うんですけれどもですね。あなかなか不思議だなーってと思いますけれどもですね。まあ本当に児童のですね、まあ亡くなった小学生本当にご冥福本当にお祈りしたいと思いますです。でまあ全国のところトラックの運転もこういうニュースいっぱい見てると思うんですけれども是非ぜひともですね、飲酒運転はですね、まあやめていただきたいなと本当に思っております。はい。 そんな感じです。はい。雄大コープの雄大雄大したご視聴誠にありがとうございます。何かしら送ります。それでは。